今回ですね、ドラゴンゲートの 5.5 愛知県体育館の試合結果答え合わせということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。今回も注目の対戦カードの答え合わせということですね。はい、まず早速、第3試合、ブレイブゲート選手権試合、奥田対 UT。予想では13分33秒、奥田が消灯で UT から取ると予想したんですが、結果は11分31秒、奥田が同時目スリーパーで UT から取ったと。ということで、奥田の防衛でしたね。この UT のジャベ対奥田の関節技っていうね、なかなか面白い戦いやったのかなと思いますね。で、ここ次ね、奥田防衛したら次一体誰が来るのかっていうのも、その辺もかなり今後注目になってくるのかなとは思いますね。はい、そして続いてが、第4試合。スペシャル8人タッグマッチ。吉野土井、エータ、ハルク対最良神田、影虎、美濃浦。で、そしてですね、この、エータ、ハルクがね、入場するということで、入場テーマがパンと流れて、RED のね、テーマがね、流れてたんですよね。で、エータ、ハルクがこう普通に入場してきまして、この二人がね、誰かしらを呼び込んでるんですよね。そして登場したのが、なんと、赤野、土井吉が登場してきましたね。入場コスチュームを着てきて、まあ、土井はね、ハルクの、入場コスチューム着てたのかな。で、吉野がエータの入場コスチュームも着てたと思うんですけど、まあ赤い土井吉ということでね、なかなか珍しく、そして似合ってるっていうね、またこれもね、赤の土井吉もかっこよかったですね、本当に。吉野がね、入場コスチューム着てくるっていうのもなかなか珍しいような気もするので、まあそれもすごい貴重でしたね。予想はですね、15分48秒、美濃浦がバビルギアで吉野から取ると予想したんですが、結果は11分。16秒、ミョウラが覆いかぶされてのフォールで吉野から取ったと。だからこの覆いかぶされてフォールというのはですね、試合終盤に吉野がね、攻撃をしようとしたところ、ハルクがなんと吉野にスピンキックで、さらにエータが急所蹴りを吉野に見舞いまして、吉野がダウンしているところに、まあ、ミョウラを無理やり覆いかぶせて、フォール勝ちとなりましたね。まあハルクは鼻からこうするつもりだったということですよね。まあまあ、正直こうなるのは仕方ないような気もしますけどね。ぜひ、土井吉の赤、もう二度と見れないかもしれないですけどね。まあおそらくもう二度と見れないかな。けどまあ、すごい、かっこよかったですね。最初の入場シーンはね、本当にね。続いては第5試合、新月選手権試合、望月吉田対石田和馬。予想では16分9秒、望月が三角蹴りで和馬から取ると予想したんですが、結果10分22秒、石田がアンクルホールドで、吉田から取るということで、新王者誕生となりましたね。これもね、石田がね、途中でスパナかなを持ち出して、なんとそれを足に仕込むと。いうことをして、それで思いっきりね、膝を、吉田の膝を蹴りからアンクルホールドかなを決めて、このアンクルホールドもえげつない決まり方しましたね。それでまあ吉田がタップしてしまったということでね、なかなか IQ の高い吉田がね、最後見せましたね。で、石田和馬組がツインゲート新王者ということでね、これからどうなっていくのか。そしてね、やっぱり、この、カズマ坂本っていうのがね、誰と組んでも輝くんやなっていうのを改めて思いましたね。この石田カズマの連続攻撃のあの連携とかもね、すごい良かったですしね。今後のこの防衛戦っていう、この二人の防衛戦がすごい楽しみになってきましたね。はい、そして続いてが第6試合。トライアングルゲート選手権試合。KG、つつむ堀口対ダイヤ、ジェイソン、エストレージャー。まあ、それで18分3秒、KG が雲絡みでジェイソンから取ると予想したんですが、結果13分17秒、ダイヤがレプティリアンで進むから取ったということで、こちらもトライアングルゲートも、新王者誕生となりましたね。ダイヤ復帰戦一発目にして、いきなりの新王者に輝くということでね。これからのダイヤもさらにますます注目になってきますしね。でね、エストレージャーも何気初体感。ですね。で、エストレージャーロとちょくちょく、まあ、ミスをしていたので、その辺ちょっとコンディション悪かったのかなとちょっと心配にはなりましたけれども、まあ結果ね、大勝利を収めたと
ということですよね。はい、そして続いてが、第7試合ドリームゲート選手権試合、春対菊田。まあ予想では20分43秒春が SSW で菊田から取ると予想したんですが、結果はなんと4分33秒春が TKO で、菊田から取ったということで、これはね完全なるアクシデントですよね。まあそれも、まあ試合序盤でね、春と菊田が攻防を繰り広げてたんですよ、序盤のね。そこで春がね、菊田を足引っ掛けて、まあ動かしたんですよ。で、その時に、おそらく、まあ右肩を痛めたと。で、ものすごい痛がり方しまして、思わず場外に逃げ、異常なほど痛がっていまして、で、そこで菊田、が、まあ、なんとかリングには戻ったんですが、もう試合にならないということで、セコンドがね、タオルを投げ込んで試合終了というふうになってしまいましたね。まあ、なので、右肩を痛めたらしいんですけど、一体どんな怪我をしているのか。まあ、おそらくね、試合ができないぐらいの大怪我やと思うので、この辺すごい、心配になりますね。不安な終わり方になってしまいましたね。まあなのでまあ旬もなかなか不完全燃焼で終わってしまったので、ちょっと旬もね、微妙な感じでしたよね。かなりその去っていく姿といいね、まだまだやれたのにっていう感じはすごいもう伝わってきましたね。はい、そして続いてが、第8試合メインイベント、金網マッチですね。ヤマト海組対キッド SBK ということで、金網マッチ初のタッグマッチで戦ということですね。で、これちょっと僕ルールをね、勘違いしてて、最初に肩取っても、また金網の中に戻るんかなと思ったら、そのまんまエスケープして、もう金網は外出てくんですね。その辺ちょっと理解しなかったですね。はい、予想ではね15分44秒 SBK がエスケープで、次に海外エスケープで、3番目にヤマトエスケープで、キッド対 SBK のシングルマッチで、ウルトラカーナーで、キッドが勝つというふうに予想したんですが、結果はですね、まず最初に海外エスケープしまして、でその次にキッドエスケープで、3番目にヤマトがエスケープなんですけど、このヤマトエスケープもね、SBK がまた絶対取れるという状況にあったのですが、なんとそれを手放して、旗を手放してですね、リングに戻り、ヤマトお前取れよということで、 SBK としてはまあキッドとの決着を求める形で、まあヤマトも旗をそれでエスケープしまして、キッド対 SBK のシングルマッチが決まりましたね。結果8分59秒キッドがクリストで SBK から取るということでね、まあ大激闘に次ぐ、まあセコンドの乱入とかね、まあ入り乱れたりとかしまして、で最後キットはね、こだわり抜いてクリストでギブアップを取ったということですね。で SBK もまあ自らなんとバリカンで髪を剃るということで、という形で罰執行を受けまして、金井マッチが終わりを迎えたということでね、まあこの金井マッチ、今回の金井マッチは個人的にはですけどね、うん、まあいまいち盛り上がりに欠けるような気はしますね。なんかそのタッグマッチ戦なので、いつもの金網マッチよりちょっとワンテンポ遅れるのかなっていう感じはしましたね。どうしてもやっぱ今までの金井マッチって6人とかでそう入り乱れていくんですけど、やっぱタッグマッチで4人なんでね、人数少ないっていうのもあったとは思うんですけど、まあいまいちねテンポが1個ずつ遅れてってるような感じはしましたね。はい、まあでもねすごい面白かったんでね、まあ、また来年の金井マッチとかも、ね、すごい楽しみやなとは思いますね。はい、ということで、まあ今回この辺で終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらの名古屋大会に関するコメントがあったらよろしくお願いします。ということで今回これです。